あのね、惹かれる面ですけど、惹かれましょう。惹かれても5秒で聞かれるんやで、惹かれるかどうか考えて避けたりしてるのに6秒かかるから、惹かれましょう。僕なら6秒かかるから、あと、どっちかだけ行きましょう。そして、君の魂は受け継いだみたいな感じでやっていきましょうよ。あと、惹かれても、まな板の上で惹かれれば、そのまま切ってますんで、しばらく。それを利用しましょう。その力を。その仕様を。そのシェフ魂を利用しましょう。こうやってなるやろ、こっち切ってるやろ。こっち切って、切り終わったらここに行って、入れて皿持って、皿持つ前にあいつがほら切り終わるまでいるんかな、あれ。切り終わるまで行ってくれるから、こうやって、皿取りに帰るから、後ろ引かれた方がいいんやけど、今の引かれはあかんわ。今の引かれはあかん。でもほら、考えてる暇があったらもう引かれてるんですよ。だからもう引かれましょう。基本引かれましょう。次は小麦粉。もうそろそろ来るな。危ね。ほら片方だけが生きていればもうあとは大丈夫よ。どうせ動かせないんだから5秒もあなたは人をじゃない。あかん、これはあかん。今のはあかんでや。これ持って生きてましょう。こいつはもう一人は小麦粉持っていきましょうか。意地でも。おいしょー。おいしょだねって。何やったっけ、このもう一人。何されたっけ。これや。もう一回引かれた。やばい。これはやばい。これはやばいな。だいぶ落ちたな。まだ持ってるあいつ。まだ持ってたっけ今。あいつの息どんだけ強いねん。今のは引かれんでもいいやろ。ほんで、あかん、しまった。でもメニューは簡単なんですよ。2個同じくるで。あそこに1個出てるな、小麦粉。これ入れればいいか。狭い。生き返るなって言おうとしてんだ。あかんって。生き返って。ん、皿は、あ、皿洗わなあかん。時期に来てる。皿洗わなあかんねや。やばい。あかん、壊れる。よし、なんとかこの命を。今どうなったよ。今の命を張ってどうなっ、持ってるあいつ。俺は皿持ってねえ。皿持ってきて、座布団持ってきてみたいに言うな。あー、そうですか。ね、なんやって、ね、なんやって、どうなってる今どうなってんの。どういう現状これが。もうできてるの、これ。危ねえ。もうできてるやな。皿持ってきて。おー、引かれ損。これで。行った。行ってねえけど、別に。いけるか？うしょい！引かれたなー。綺麗に引かれたわ。これ取るやろ。取って燃やすやろ。燃やせ。燃やすじゃねえ。洗えじゃねえや。あー、風ー。引かれんなー。おいー何や今の。ね、あれ。いかんか、惜しかったな。今の、漫画みたいな車の避け方したな、今。あー、面白かった。誰やねん、一つの出っ歯みたいな。面白かったけど、やり方絶対違うよね。絶対違うんやけど、まあ、3取ればいいよ。提供できればいいよ。生き返るからいくら、でもまあ、次じゃあケビン6やっていこうかな。6ってあったっけ、ケビン。あ、5か。ケビンってさ、どういう時に出るんやろ、これ。あ、6や。あれ
俺1個足りてねえかもしれん、ケビン。